サボってました、トレーニング。前の香港の時に腹のお腹の調子がですね悪くなって、多分食べ物のせいかなと思って、もうズキ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 ここが痛むんですよね。でもうじんじん痛むんで、これ食べ物でなんかやっちまったかなと思ってたら、ちょうどですねその日水泳行ってたんですね。今思い返すと、で水泳で最近すごくつるようになって、足が1時間3キロ半とか泳ぐとね、3キロとかで、私準備運動っていうものをしないんで、それでいきなり3キロ半ぐらい泳ぐと、今まで足がつってたんですね最近はね。でまあ足がつるなーとか小指とかつるなーと思ってたら、どうやら悲鳴を上げてたのは足だけじゃなくて、むしろ上半身で、ただ運動の前のストレッチが足りないと。ストレッチを 2,3 日したら全く治りました。ここら辺ちょっと若干まだここら辺がね筋肉張ってる感じするんですけど、いや水泳ってね、私の中で勝手に水泳っていうのはねストレッチだと思ってたんですよね、水泳自体が。だから水泳なんてストレッチいらないよと思ってたんですけど、ダメですね、水泳もストレッチしないと。いやーなんかすごいいい月ですね。やばい、久しぶりに来たよ、久しぶりに来たよピーク。いやーいいね、ちょっとこれから上まで登ろう。またハリネズミです。しかも私のことなんて全く眼中なしですね、2人ラブラブすぎて。